ヒメカバイロタケは、クヌギタケかヒメカバイロタケ属に分類されるキノコの一種。コケムスほどの口気によく生える。傘は、計0.8から2センチメートル程度、釣り金形ないし半球型から開いていく分体らになり、しばしば中央部が、へそ状にくぼみ、粘性はなく、暗代代褐色ないし投稿色で周辺部は、単色、羊には終焉に乗船を生じるが、 乾くと消える。傘の肉はごく薄い紙質で、一旦乾いても吸湿すれば、再び復元し、炭鉱白色で傷つけても変色することなく、ほぼ無味無臭である。だは柄に死でなし、やや袖幅狭く、互いを結ぶ、横だを備え、くすんだ、炭鉱色ないし炭鉱褐色を呈する。柄は、長さ0.5から1センチメートル。 径 1>, 1から1.5ミ、mm、リメートル程度、強靭な軟骨質で新鮮な時には、幾分光沢を有し、上部は、暗赤褐色、下方に向かって黒褐色となり、基部にはしばしば大々褐色の粗大な毛が散在し、中空である。放脂紋は、白色、放脂は強大円型で、無色、平滑しばしば下流状の内容物を含み、要素溶液で暗青灰色となる。 ガワシスチジアはなく、エン、シスチジアは、太い防水状あるいは、こけし形をなし、炭鉱色の内容物を含み、薄壁である。傘の表皮は、緊密に絡み合いながら補服した、鉱壁菌糸で構成され、その菌糸の外面には、樹脂状、褐色の色素解が不規則に沈着する。肉の菌糸はやや鉱壁で、泡褐色を停止。 隔壁は少なく、しばしばカスガ連結を備えている。ほぼ一年中、朽ちかけた、新葉樹の切り株や倒木、あるいは立ち枯れ木などの上におびただしく群生する。古実体の理面なお、ヒメカバイロタケ属の九種一野種は、いずれも四極性の後輩系を持ち、本種も同様であるとされてきたが、ヒメカバイロタケについては、後輩型は二極性であるとの反論もある。 北半球の団体以北に広く分布する。日本では、北海道から薬島を経て、沖縄県にまで分布する。ヒメカバイロタケモドキは、さらに小型で、柄が短く、その前面にほの毛をこむり、胞子が小さい。キチャホーライタケは、一般に、新葉樹の枯れ葉や小枝の上に発生し、柄の基部には大々活色、綿毛状の菌糸回を備えることが多い。また、 ほとんど常に腐食状に黒褐色、髪の毛状の根状菌舌束を形成することでも異なる。蓬莱竹属や森の枯れ葉竹属にも外観が似た種が多数知られているが、これらは傘の表皮の構造においてヒメカバイロ竹とは異なる。また、胞子が要素溶液で染まらない点でもヒメカバイロ竹及びその禁煙種とは区別される。 おそらく無毒であると考えられるが、キノコが小型かつ肉白に過ぎ、食用菌としての価値はほとんど認められない。ジョンソン、JE、1997、メーティングシステムズインジロンフォリナスピーシーズ、マイコロジーア89,393から399、リッツォ、DM、スメリカ、KJ、&TC ハリング店、 1990ノーツオンザライジモオフスアンドメイティングシステムオブジロンホリナカンパネルラマイコロジーア82六百五十一から六百五十五本語 T 1 9 6百六十二のつマイコロジキーメモアーズオブザファカルティオブリベラルアーツアンドエデュケーションシガユニバーシティナチュラルサイエンス十二時三十九分マイナス四十三レッドヘッド SA 1988ノーツオンザ・ジーナス・ジロンフォリナ・イン・カナダバイオジオグラフィーノーマン・クラッチャータクソノミーカナディアン・ジャーナル・オブ・ボタニー66 479から507今関6なり本郷次・つぐお1987現職日本新近類図鑑保育者 ISBN 4から586300752シンガー R 1986ザ・アゴリ・ケールズ・インモダン・タクソノミーコエルズサイエンティフィック・ブック ISBN38742E92541 ありがとうございます